おいしそこんにちは、メリです。今回はジョーゴのテンプレ編成の紹介になります。先に言っておくと、これ組みながら思ったんだけど、めちゃめちゃ組みづらいね。マヒトは28ターンがあいつがいるおかげで、ゲメンペラがいるおかげで結構組みやすいんですよ、いれば。とか、あとはスキブロック枠で強い、荒田木くんとかがねいるので結構組みやすかったりはしたんですが、ジョーゴ相方がほぼ確定でハイビスカスになるんですよってなった時に、ハイビスカススキブも何も持ってないんですよね、あいつ。だから組むのがめちゃめちゃむずいっていう風になりました。ハイビスカスじゃない相方にした方がむしろいいんじゃないかみたいな風に思うぐらいにスキブがすごい盛りづらい。はい、ということでジョーゴ性能を見ていきましょう。まずは28ターン変身、スキブ3つ持ち、バインド耐性がないのでバインド武器はつけてあげましょう。で、28ターンでドロップのロックを解除し、回復以外のドロップから火を9個生成して特級呪霊ジョーゴに変身します。変身後は、火のコンボ強化が3つ、封印耐性1つのコンボ強化4つですね。で、バインドが相変わらずないのでバインドを補いましょう。3ターンスキル、1ターン内のダメージ無効の貫通、水ドロップを火ドロップに変化です。はい、無効貫通3ターンで打てるので、まあもちろんヒパーとしても強いかなと思うんですが、これ多色で今後運用あるんじゃねえかみたいな感じに考えております。4色以上の同時攻撃でうんぬんかんぬんできる多色リーダーだったら、これ3ターンで無効貫通って相当破格だと思うので、今後多色のサブとしてもしかしたらワンチャン入るかもしれないです。リーダースキル、火属性の HP2 倍、火の2コンボでダメージを半減、3コンボしてあげると、火の3コンボしてあげると攻撃力30倍、固定600万ダメージです。はい、かなり固定ダメージが強くて、倍率も30倍なのでめちゃめちゃ火力出ます。だからちょっとサブ性能落としていいと思うんですよ。サブの攻撃性能は落としながら、ジョーゴの副属性とかでもその分ぶん殴っていくっていうことが必要になってくるんじゃないかなとか思ってます。ただ今回は一応なるべくサブの火力も高めにっていう風な編成にはしてますので、よろしければ少しでも参考になればなと思います。はい、ということで今回のテンプレ編成はこちらになります。ドンと、はい、こんな感じにしました。ハイビスカスを自陣に置いて、フレンド枠に1枚置いてということをすると、もう本当にスキブがない、そんなことをする余裕がマジでなかったので、今回はジョーゴ2枚編成にして、ジョーゴとハイビスカスでループしていく、3枚で毎ターン変換でループしていくっていう感じにしました。だから正直言ってしまうと、ハイビスカス同士の方が使いやすい。はい、だからハイビスカスにはちょっと劣るんじゃないかなと思ってます。ただハイビスカス持ってないよっていう人にとっては、ジョーゴがね、火の編成としてはいいリーダーなので、炭治郎も持ってない、ハイビスカスも持ってないっていう人にとってはいいリーダー張れるんじゃないかなとか思っております。はい、まずはジョーゴの上に秋根の武器、バインド耐性とスキブを盛りながら、お邪魔暗闇毒を1個ずつ持ってます。で、次のジョーゴにはバインドと暗闇耐性3つとスキブを持ってるオーディンの武器をつけました。で、ベリアルの上にはドクターストレンジの武器、これ2ターンヘイストする武器で、あとはまあ覚醒無効状態等の回復なので、まあ溜まっても腐らないっていうところです。で、マグニートの上にはオロチ、初手遅延かけていかないと厳しいですね。はい、で、今回ソフィーにしたんですけど、次、まあ回復力とか、まあ操作時間はマグニートで返せるんだけど、回復力問題どうしようかなってなった時に、ソフィーか、ドットのナコルル、この辺が入ってくると思います。ドットのナコルルがマジで優秀なんですよ。回復力とか攻撃力とかを 1.5 倍かな、その辺で全部取り戻す。で、スキブ6個持ってるんですよ。なのでちょっとドットのナコルル、これワンチャンあるなって思ってます。はい、ただ火力枠にしたかったので、上限解放をつけたソフィーに今回はしてます。上にはリナインバースで、まあヘイスト武器です。で、次がボルメテウスの武器をつけてますね。バインドと泥鏡3つと封印耐性かな、なんかその辺だったと思います。で、封印 100% の毒王邪魔暗闇 100% の、操作負荷悪魔も 100% っていう感じになっております。 L 字も、そう、 L 字枠がね、問題あったので、ソフィー L 字で入れてますねっていうところですね。はい、で、この編成が20ターンだったかな、スキル20なので、まずは遅延を4ターンオロチでかけます。で、かけてもらったら、次のソフィーのヘイスト2ターンで、かけます。で、さらにそしたら、ベリアルの上が溜まるかなと。まあベリアル先に打った方がいいかな。ベリアルの上のドクターストレンジ打って、リナインバース打って、で、ベリアルがすぐ次使えるようにしといた方がいいかな。その辺ですね。そういう順番。初手遅延食らうんだったら、ちょっと遅延耐性振ってあげる必要が、まあ、マグニートだったりソフィーだったり出てくるかなと思いますけど、それでちょうど28で、で、ハイビスカスが変身して後に、
10ターン次変身までにかかるんだけど、8ターンヘイストしていくので、まあ遅延込みで、なんでもう2ターンで、ハイビスカスが変身できるよっていうところまでいけます。なんでハイビスカスも次の変身がすぐできるような感じにはしてますが、神秘の次元だと片方縦張ってくるので、まあそこは1体だったら耐えれるんかな、1体耐えることができれば耐久可能だと思うんで、まあそういうところでもなんとかなるかなとか思います。はい、まあそんな感じでこのぐらいしないとなかなか難しいんですよね。うん、ちょっと使いづらさあるんじゃないかなと、まあ使ってないけど思いました。はい、そんなところでおすすめサブを最後に紹介して終わりたいと思います。はい、じゃあ紹介していきましょう。まずは普通のナコルル、スキブ4つ、遅延1ターンかけれるスキル、暗闇耐性プラスを持ってます。7コンボ強化2つと無効貫通で火力が出ます。で、先ほどちょっと紹介したドットのナコルル、スキブ最高6個にできます。無効貫通は2つでちょっと控えめですが、チーム回復アップ3つ持ってるので 60% 上げることができます。で、スキルがめちゃめちゃ優秀なんですよ。6ターンで横1列最上段をヒドロップ変化、1ターン操作時間回復力、非属性のエンハンスを 1.5 倍。これめちゃめちゃいいですよね。だからナコルル持ってる人はぜひあのドットで使ってあげると強いかなと思います。これこういうキャラがいないときつい。こいつとか、あとグランディス、究極のグランディスとか、スキブを6個持ってるキャラが1体は入れないと結構きつくなるんじゃないかな。ヘイスト武器めっちゃ持ってるとかだったらあれだけど、結構ねスキブは本当に厳しい。で、サガット、スキブ最高5個です。暗闇耐性を補います。火のコンボ強化3つ、本人火力が出ないのでそこがちょっと難点になるんですけど、ロック解除からの火生成とかもできますよっていう感じ。まあほんとスキブ枠っていう感じですね。で、革命ドギラゴン、スキブ最高4つです。7コンボ強化と、あとまあ10コンボ強化で火力が出せます。無効貫通もあるので、まあ烈強は生きるかちょっと微妙ですけど。で、あとは火の生成ですね。ただ回復消しちゃうのでその辺は微妙かもしれないですけど、ダメージ激減スキルとしてもまあまあいいキャラかなと思います。で、山竹、スキブは最高4つ、十字消しがあるので、まあ暗闇対策とか目覚め対策にはいいかなと思っております。うん、まあこれ結構使うんですけどね、ロザリンの編成だったら。でも今回はどうかな、ちょっと微妙かなとか思ってます。で、頂点聖フレイ、スキブを最高4つのヘイストが2ターンなのでスキブ6枠。まあこの辺も結構使えるかなと思います。フレイとかこういう風にヘイストとかで貯めれるようなスキブ要因が必要になってくるよねっていう感じですね。で、今回採用しているソフィーです。まあ、回復力取り戻すように入れてます。あとは、まあ、L 字持ってるのが非常に偉いですね。7コン、10コンでキラーで火力も出せるので、まあ、上限解放できれば振ってあげたいかなとか、上後の倍率も高いので。はい、で、次、グランディス、スキブ6です。このキャラは優秀です。ただ、無効貫通組まないと火力は出ないんですよね。ソフィーはコンボすれば火力出るんですよ。だから、ちょっと今回グランディスじゃなくてソフィーを採用してるっていうのもあったりします。スキルで非生成とかもできたりするので、まあ、この辺もいいんじゃないかなと思っております。で、アキネはもうほんとスキブ枠、あとお邪魔毒、暗闇どれか対策できます。ただスキルがね、これスキルチャージ生かしていかないといけないっていう多色向きな編成なので、編成とかキャラなので、ちょっとねその辺の相性が悪い。まあダメージ半減、ダメージ無効貫通とか、まあご属性変化とかもあったりするんですけど、スキルはちょっと相性悪いけど、スキブを盛る枠にはもうしょうがなく入れるケースはあるかもしれない。で、ルドラ、スキブは最高が4つですね。あとは火のコンボ強化で、まあ、よくロザリンの編成には入ってくるキャラですけど、ダメージ無効貫通、まあダメージ無効貫通今回ジョーゴがやってくれるのでちょっとスキルは薄れるかなとか思ってますが、まあ入れるのはなしじゃない。で、セーナーたまに入れてる人が見えますが、これはマルチとかだったらいいかな。ちょっとスキブ3だけで自身も変身ってなるとパーティー全体のスキブが漏れなくなっちゃう可能性があるかもしれないです。入れれそうだったら入れてあげればもちろん強いです。火力も特化して、ハイビスカスサブに入れれそうならどうぞって感じですけど、もう変身前何にも持ってないので正直厳しい今回は。で、サリーです。サリーはスキブは2つ止まりか、ちょっと今回2つのキャラ入れづらいよね。まあ、覚醒無効解除で強いんですけどね、決断ドロップとかで。スキルは非常に強いですが、ちょっとスキブの数が少ないので採用がさようならかもしれない。で、ベニテンぐらいっけです。スキブは2個なんですが、軽減しながら変身して、まあ、変身後はスキルロック解除からの回復生成で、その辺はいいかなと。暗闇耐性持ってて、うん、マルチとかだったら使えそう。で、煉獄さんです。スキブは1つよ、あ、1つが2つよね。で、暗闇耐性持ってるよと。7コンボ強化3つで最低限火力出せて、まあ、スキルは強いですね。アララギ君みたいな感じですけど、結局スキブ2個止まりのキャラはちょっと今回は入れづらいかも。で、ヘスティアスキブ最高4つです。お邪魔耐性プラス、ベリアルとか持ってない人はこれで回復努力強で補うこともできるんじゃないかなと。回復力もこれで取り戻せるので、スキルも結構いいかもしれないです。で、次、
イルミナ、こちらもスキブ6個枠ですね。火と光の2色陣ですが、回復を作らないので回復をしなきゃいけない状況ではちょっと打ちづらいスキルかなっていうところです。スキブ盛るのにはいいと思います。で、ゴーザンゼミ王花嫁ですね。スキブ4つあるので、まあまあ入れやすいかなと。上に遅延武器等のアシストもしやすいよとか、回復力も取り戻せるので、まあこの辺入れるのもありかもしんないね。ソフィーの枠除いて。消せないドロップ全回復も強いと思います。で、次が、ラクシュミ。ラクシュミは火力枠ですね。コンボしてあげれば、42億出てくるので、上限解放とかつけてあげれば強いかなと思います。ダメージ軽減等も強いんじゃないかなっていう感じです。で、次、ネズコ。ネズコは、ヘイスト込みのスキブ5個枠として入れるので、まあネズコは入れやすいかなって思います。ただ、ベリアル持ってる人は、ネズコのスキルがちょっと不要な感じになっちゃうので、その辺は微妙かもしれない。L 字持ってるの偉いな。で、最近超転生したゴーザンゼミ王です。スキブ最高4つ、毒耐性を補います。7コン7コンで L 字持ってます。無効貫通も持ってるよっていう感じです。グラビティからの、あと回復を作らないんですけど、まあ火と光と闇の3色陣。まあ火3セットは呼び込めるかなっていうところです。まあ毒耐性がベリアルと被るのがちょっと入れづらい点かな。で、超転生ベリアルです。スキブ最高4つよね、こいつも。4つとか、火のコンボ強化2個持ってるのは相性いいかな。ただ7コンボ強化3つ止まりにしちゃうと、2つ止まりにすると火力が全然出ない。雲耐性持ってます。で、5ターンスキルで火を生成できるので、短い非生成としてはいいかもしれないけど、ちょっと入れづらいかも。で、マグニートです。スキブ4つお邪魔耐性、操作負荷耐性、で、無効貫通の火力を組んであげれば、42億も全然出るよっていう感じです。まあ、マグニートはぜひ入れたいかな。操作時間取り戻したり、ルーレット生成で上書きしたりとかで強いと思います。で、ソニア、スキブがね、まあ、超覚醒にあるので4つにはできるんだけど、7コンボ強化せっかくあるんで4つにしたい感もあるよね。まあ、スキブ4つ、7コン3つ無効貫通でいけるかな。ダメージ吸収スキルが優秀だと思います。人闇の2色陣で。まあ、神秘の次元方面では役立ちそう。で、城之内くん、スキブ4つ素で持ってるのが偉いね。マルチ等でも役に立ちます。7コン、7コン、10コンで火力も結構出ます。L 字も持ってて、まあ、火力はすごい出ますね。で、7ターンでダメージ吸収無効対策と、一応消せないドロップ状態も、闇で上書きするので、まあまあそういう枠にも使えます。火属性エンハンス3倍もなかなかいいでしょう。で、アースクエイク、スキブ6個です、この子も。ただ、無効貫通2個で火力はどうなんでしょうか。キラーはまあまあ刺しやすいかもしれないですけど。で、9ターンスキル、操作時間1秒短縮なので、操作時間短縮、上書きとかにもできます。火属性エンハンス4倍の、ロック解除からの最上段の1列、横1列を火ドロップに変化。まあ、スキルもそんなに弱くはないかなっていう。まあ、スキブ枠として入れるのがありかな。で、クリスマスグレモリー、スキブ4つあってお邪魔耐性枠として入れます。火のコンボ強化持ってるのも偉い。ただ火力覚醒がちょっと乏しいので、ちょっと火力枠にはなれない。スキル内容は強めで、5ターンですけど、消せないドロップ、バインド覚醒無効状態の全回復、あと火と回復を3個ずつ生成できます。まあスキルは強いかなと思います。で、シバはスキブ4つと毒耐性ですね。あとはダメージ激減です。で、もう本当にスキブ盛るだけ、くん。はい。で、ペニーパーカーなんですけど、ちょっと武器になっちゃってるけど、ペニーパーカー入れるのもありかもしれないんですよね。ジョーゴ、ペニーパーカー、ロザリンとかで、回していくのもありかもしれない。こいつ回復力取り戻せて、火も生成できるので、まあ意外といいのではないかなとか思っております。ロック解除もできるし、ペニーパーカーはいいキャラです。ちょっと入れたい感もある。はい。で、グレオンですね。グレオン変身できれば強いですね。7コンボ強化4つで操作時間と回復力取り戻せるので、まあこのキャラも回復力取り戻せて、火回復お邪魔の3色陣なんで、76で使ってあげるんで、まあ間違いなく火の3セットはあるでしょうと。グレオン強いと思います。フェニックス陣グレー変身すれば覚醒無効状態との全回復と、あと3色陣なので、まあ火3セットも全然作れるよっていう感じです。L 字持ってるのも非常に偉いですね。で、プリシラの進化前の方ですね。7コン、10コン、スキブ最高5個で火のコンボ強化。まあ、スキブ枠として入れるのありかな。3ターンで落ちコン、例えば、なんか10ターンとかを上書きするのには使えるかもしれないなっていうところです。プリシラもスキブ5個枠として結構いいんじゃないかな。まあ、とにかくスキブを盛ることが本当に大切なので、上皇の編成を組むのであれば、スキブ問題をどうにかしてあげなきゃいけないんで、ヘイスト武器か遅延武器か、もうスキブゴリゴリに盛るか、みたいな。まあ、ヘイスト武器とか遅延武器にしてあげた方が、ロザリンと合わせるにあたって、まあ、ロザリンの2段階変身に近づけるので、まあ、おすすめかな、とか思ったりします。はい、ということで、今回は上皇のテンプレ編成の紹介になりました。で、最初にも言ったんですが、組んでみて、ちょっと、
とこれ使いづらいかなって思う。まあダンジョンにもよりけりなんですけどね。あんまり高難易度方面だったらちょっとロザリンの方が使いやすくて微妙なんじゃないかなとかも思っていました。まあ30倍火力出るんで意外と火力高かったらちょっと話変わってくるかもしれないです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。